これうまいね。木の節を目玉代わりにしてんじゃん。これ青筋目玉一般ゴミ関係ないゴミ捨てるな。あと胃の間飽きすぎだよねこれちょっとね。何を取ってんだ俺はっていう。ここで終わりですか。ここで終わり。2回丸ごと飲まれたのかな。ここも ございます。デストロイヤーでございます。今日はですね、今現在すでにね、福島県の、相馬から南相馬のあたりにいるんですけども、今日はですね、このままあのダッシュ村で有名な、浪江とかの方を通ってですね、福島第一原発の方まで、どこまで行けかわかんないですけどね。ちょっとその辺あたりをね、探索してみたいなと思っております。今現在走ってる6号線っていうのが、私ねあんまり通ったことないんですけども、もうちょっとねなんかこう被災して、震災後に一新しました新しくなりましたみたいな感じになってんのかなと思ったらですね、意外とおそらく昔のまま残ってんじゃないのかなっていう感じですね。うん、まあ、新しいところがね増えましたとかそんな感じには見えないですね。まあ、もちろん津波来たとこもあるんでしょうけど、ここら辺までは大丈夫だったのかなという感じですね。では足につけてるですねピンマイクのですね、カバーをねスポンジからね何て言いましたっけ、ウィンドガード、すげえな、ウィンドマフとかいうね、モフモフってやつに変えたんで、排気音がね、いつもよりね、クリアに、聞こえてるんではないでしょうか。風切り音とかがね、あんまりなくなってると思うんですけど、いかがでしょうか。いや、最近ね、なんか、原発からね、処理水を海に排出するしないっていうのでね、またちょっと大揉めに揉めそうな感じはしますけどね。でも実際どうすりゃいいんだよっていうところもあるし、福島の漁師の人たちにとってはね結構またやめてくれっていうところもあるだろうし、こればっかりはねちょっと本当にちょっとあのトリチウムとかも取り除いて海に排出することはできないもんなんですかね。そうすればね、まあ、またちょっと違うんだろうけど、みんななんか福島の人こんなに飛ばすんだけかっていうぐらいここ流れが速いんだけど。SR みたいなバイクに乗ってるとねちょっと速すぎるな流れがみたいな、少しストレスになりますね。今現在ね、もう浪江に入ったんですけど、震災以降のねちょっと受け戸小学校っていうのかな、これ浪江町立受け戸小学校、そっちの方にねちょっと一旦行ってみたいなと思います。6号線からね一気に海の方にね行く道ですね。これはすげえあるな。あら、もうこれテトラポットここで作ってんじゃん、もうこれ。あー、メタルの型枠あって今そこで作ってんですね、もうね。あー、これがし波受け戸小学校ですね。あー、
させていただこうかなと。おそらく2階から2階丸ごと飲まれたのかな、ここも。まあ震災以降って言って残してるだけど、ちょっとなんか雑な感じしますね、なんかもうちょっとなんか、ではですね、ここから原発の方にはちょっと行ってみたいと思います。まあどうなるか分かんないんで、まあ冷やかしとかじゃないんで、行けないってなったらね、まあだこねたりしないでね、速攻でね、はい分かりましたっていう感じで行くのはやめるつもりですけど、どうしよう、昨日洗車したばっかなんだよ俺、マジかよこれよ。ここで開ける面白さ。ちょっと待って、これなんだ、入れるだけ入れて出らんねえってどういうことだよ。ちょっと失礼しますよ、これあれこれどっかのヤードだよねこれ。すいません、間違えました。あれもしかして放射線測定器かな、そこにある、あの0134って書いてあるの、ちょっと見てみよう。これってあれなのかな、やっぱそうだよねこれね、あの単位とかわかんないけど 0.134、 マイクロなんとかだね。多分ダンプ屋さん走ってるぐらいだから大丈夫だろ、さっき生身の作業員もいたし。なんか確かさ、震災直後は6号線とかも、車は OK でエアコンの電源切って、窓閉めて走行してくださいみたいな、なんかそういうのがあったような気はするんだけど、今のところバイクはダメだよ的な看板はまず見かけてないんだよね。おっとこれはなんだ、いけねえのか、これもう U ターンしろってこと、これ右に行かなきゃいけないのかな、これなんかどっちが一時停止なのか全然わかんない、とりあえず止まっとこう。これか、大型車両通り抜けできません、大型は通り抜けできませんのか、じゃあ乗用車は OK だな、あーこういうの宮城県の浜でもそうでしたね、こうなってましたね全部、1階部分はほぼ壊滅したんだな、この辺。
未だに瓦礫の処理が終わってないんだね。いやこれめっちゃ綺麗な建物建ってんだけどさ、見たことある？この自動芝刈り機、これすごいね。ちょっとハイテクだぜこれ多分自動芝刈り機だよねこれ。ちょっと待って、しかもこれハスクバーじゃね、これ出してんの。ほらこれ、ほらハスクバーナだよこれ。すげえヌーダ 900R はちょっと乗ってみたいなと思ってるけど、ハスクバーナこんなん出してる知らなかった。すごい、これなんだい、この中で 1,2,3 台。おーアスクバーナやるな。ちょっと汚いけど、顔面ちょっとあれじゃない、いかつい感じに作ってあるんじゃないこれオートモベアごめんね、ちょっと英語が読めなくて。ああハスクだからあれか、オランダか、オーストリアかいや先ほどねハスクバーナの芝刈り機が動いてたところ、東日本大震災原子力災害伝承館っていうね、おそらく震災の歴史とか資料とかそういうところを扱ってる建物みたいですね、なんか本当に一般人が行っていい道なのか謎なんだけど、でも通行止めっていう看板はないから、まあ通っても大丈夫ですよっていうことなんだろうけど、なんかいるぞあれ、ゲートがあって、これじゃない、いわゆる一般人入れません系。ちょっと聞いてみよう。でもう無理だよねこれね。ああここで終わりっすか、ここで終わりっすか。ああわかりました。ああはい、わかりました、ありがとうございます。あそこで終わりみたいですね。これで言うとね、今ここで原発ここなんで、まあ、もうちょっとでね行けるかなと思ったんですけど、あそこで終わりということになります。まあ反対側から内陸側から行ってもね、まあ行けないとは思うんで、こんな感じになりましたけどね、福島のね、震災地域の今はね、どうなってるのかっていうのを、ちょっとね走りながら、まあ見るだけになってしまうんですけど、こういうのを。まあ福島はまだまだ途中の段階だなっていう感じがしますね。福島の早い復興を、願っております。デストロイヤーでした。ご視聴ありがとうございます。本当はさ、ドローンとかも飛ばせたらなと思ってたんだけどさ、一歩間違うとさ、リアルに逮捕されちゃうからさ。